マロードインターナショナルホテル成田より俯瞰した駒、井の信号場、画面中央のトンネルが、東成田方向、左へ向かう曲線が、成田空港方向駒井の信号場は、千葉県成田市駒井野の京成電鉄本線の、京成成田駅空港、第二ビル駅間にある信号場である。京成成田駅から 6.0km の地点にあり、本線から東、成田線が分岐する。また、 本線はここから先が成田空港高速鉄道の第三種鉄道事業区間である。単純に伏線同士が分岐する構造を。京成成田駅方面から来るときは直進すると東成田駅、左に分岐すると空港第二ビル駅、成田空港駅へ至る。直進すると東成田駅に至り現行の本線である。成田空港方面が分岐側であるのは ここに線路が付設された当初は、現在の東成田駅が成田空港駅であり、後から現在の空港第二ビル駅成田空港駅が開業して付け足されたためである。このように、駅名、路線名称が実態に合わせて変更されてきたが、信号上の配線は変更されていない。分岐器の曲線側の通過速度は時速 55km 制限である。そのため、 京成成田駅方面から来る列車は分岐の手前で、速度調査を受け、それ以上の速度の場合は、強制的に時速 45km まで減速する。小前の信号場は乗降できないが、運賃計算上は駅と同等の扱いになる。例えば、東成田空港第2ビルを乗車する場合、実際の乗車経路は、東成田小前の信号場京成成田。 小前の信号上空港第2ビルであるが、運賃計算では、東成田小前の信号上空港第2ビルの経路で計算する。小前の信号上からは、京成成田が最も距離があるため、東成田空港第2ビルの運賃は、京成成田空港第2ビルや、京成成田東成田の運賃よりも安い。 運賃計算の設定キロ数は、京成成成田狛江の信号場 6.0km、狛江の信号場空港、第2ビル 1.1km、狛江の信号場東成田 1.1km、東成田空港、第2ビル 2.2km となる。また、成田スカイアクセス線開業に伴い、狛江の信号場空港、第2ビル間にスカイアクセス線接続点が設けられ、 小前の信号場から、接続点 0.6km、接続点空港、第2ビル 0.5km となった。これにより、例えば、成田床は東成田の運賃は、成田床は、スカイアクセス線接続点小前の信号場東、成田で計算される上、空港加算運賃も適用されない、京成電鉄本線京成成田駅、小米の信号場空港、第二ビル駅東、 成田線小前の信号場東成田駅、区間外乗車も参照。ありがとうございます。